どうも皆様こんばんは、すすです。今回はですね、アーロイが、全ユーザーにプレゼント、PS4 ユーザーはもうすでに持っているということで、先にですね、純粋精霊を、氷なのでね、敵が水なので、アーロイだと簡単に倒せるんじゃないかということで純粋精霊を、挑んでみたいと思います。何回か挑戦はしたんですけども、アーロイは凍らせ要因としては非常に優秀でございました。ただ自分が、アタッカーとして使い切れてないっていう部分はあるんですよね。完全無課金でやってると、80レベル、無課金キャラ80レベル固定で、戦っているために、ダメージがちょっと足りないから、ちょっと、苦戦しているっていうのはメインアタッカーとしては、使い切れてないっていうところがあるかもしれませんが、あんまり、90まで無課金キャラを育てる方も、あんまりいないのかな、そこはわかんないですけど、そういう方向けに、ちょっと、解説していきたいと思います。アロイの、かなりいいところが、全攻撃が氷関係なんですよね。スキルが、氷ですね。でこの数字が今体に溜まっていってるじゃないですか。今3ですね。もう1個、これが4溜まると、通常攻撃も氷属性になります。あと幻想爆発ですね。幻想爆発は40で、溜まる、一番キャラクターの中ではかなり低い方のあれになっております。はい、投げる、はい、これを回復する、氷になる幻想爆発を、打つと、結構強いっていう感じなんですけれども、ちょっと1回回復しますね。なんですけれども、さっきから、見ていただいた手、ちょっと噛んだな、見ていただいている通り、ちょっと待ってくださいね。あと見たことはあるかな、20秒かかってしまうんですよ、再使用までに。再使用までに20秒もかかってしまうので、その相手のつなぎとしてガイアを使いましょう的な感じでございます。ガイアの、スキルは、他のさっきのあれと、あれって言ったらあれか、アロイと違って、6秒ぐらいで再使用と、元素爆発がですね、60で、再使用じゃねえ、60で溜まるんですけど、その代わり、進化じゃねえ、突破するたびに、元素チャージ効率ですね、元素爆発が溜まるスピードが速くなるよ的なやつが、どんどん上がっていくのでかなり、速いです。多分 R イと同じぐらいの速度で溜まるんじゃないかなということで、 R イの、こういうスキルを打って溜めている間に、ガイアでスキルをつけ、それでもちょっとガイアのスキルと、厳しかったら、ノエルのシールドでその間の、カバーですね。主人公を連れている理由が、イノシシが出てきた場合の、かなりイノシシが出てきた場合このパーティーだとほぼ積むので、主人公岩を連れてきてるんですよ。それがイノシシが出てくれば、かなり分かりやすいんですけれども、普通にこういう感じですね。こういう感じで、メインアタッカーは主人公で殴っていくという感じでございます。相手が水なので主人公がスキルで岩属性攻撃しても結晶シールドを落としますし、5段階目の攻撃も岩属性なので結晶シールドを落とす。でノエルとの元素共鳴でシールドがあるときに攻撃力が 15% 上がったり、うんたらかんたらっていうのがあるので、普通に、メインアタッカーとして使います。アーロイとガイアで凍らせます。ノエルで、パワーの底上げプラス、シールドとか、もろもろやっていきます。はい、来ました。はい、アーロイで投げます。元素爆発します。一応ダイヤ打って、これ投げてノエルでシールド回復して、強い、強い、こいつはどうだ。はい、投げる。でこれで多分元素たまる主人公で、殴っていく。これが今のところ強いかな。ソロで、普通にやっている分には、料理が使える、食べれるので、回復も、そんなになんか難しいものではありません。で一番めんどくさいのがこの鳥なんですよ、ね。鳥が、非常にめんどくさい。はい、こういうスキルでも空中に当たるので、そういう場合の、弓キャラというのもあります。で、こういう風に、事故ってしまう可能性があるんですよね。やる場合はノエルのシールドを貼って、スキル待ってくださいね。はい、このスキルを投げる、ガイアで下殴る、この間にノエルのシールドとかがあれば下を殴って、とりあえず下を先に倒してもいいかな。それはアーロイの元素爆発とかによるんですけれども、こういうキャラで、やっても、こういうスキル、普通に見せた、
やっても、上に届かないので、まあそういう時は、はい、見たことはあるかな、こういうので投げたりとか、まあこれを投げるためにアーロイの、はい、こういう通常攻撃、通常攻撃、通常攻撃で倒す、足場を奪われた感覚を、さっきからちょっと自分が自己気味で敵の攻撃食らってることが多いので、もうちょっとあの鳥のあの突っ込み攻撃をちゃんと見た方がいいですね、自分がね、普通に自分がの話でございます。普通に、結構ミスっておりますけれども、まあ、基本的にはこんな感じですね。アーロイの、ボム投げる、ボムの回復待ってる間に、ガイアで、その合間をつないでいく。で、それでも下の攻撃とかがきついので、ここら辺を投げていく。ここら辺っていうか、まあ、氷とかノエルとかで、やっていく感じでございます。はい、イノシシなんですけれども、まあ、イノシシを通常、アーロイとかで、撃っていくと、通常攻撃だと、相手の、HP 回復の方が早いです、まあ、こっちが80でやっているので、まあ、敵の方がレベルが13も上なのでとか、まあいろいろ要素はあるんですけれども、まあ、アーロイをそんなにめちゃめちゃ育てる人ってあんまりいないと思うんですよね。それはどうか分かりませんけど、まあ、ホライゾンファンとかだと、まあ、するかもしれませんが、あんまり、メインアタッカーとして育てる方はもしかしたらいないんじゃないかな。まあ、いたらごめんなさいなんですけど、はい、こういう風に、あの手この手で、まあ、あのアーロイで倒そうとすると、まあなかなか倒せないんですよ、このイノシシ。あの手この手でやるじゃないですか。ただアーロイのこのなんだろうか、スキルの噛み合わなさ、風化との、スキルの噛み合わなさが結構ひどくて、ひどいっていうほどじゃないんですけど、スキルを発動して、6秒間攻撃力が、風化で上がるんですよね。ただ6秒攻撃力上がったとしても次10何秒もまたあの風化の能力が発動しないので、まあ、攻撃力としてもちょっと、厳しいなので、こういう、イノシシ1匹なかなか倒せない、まあ、メインアタッカーとして、まあ、純粋精霊で使えないっていうのが、そういった理由になってきております。はい、狩人の小道具さ、これでやる、間違えた、多分このレベル差だったら、まあ、何分やっても多分倒せないんですよね、アーロイだと。おとなしく仕上がる、はい、ただもうあそこのイノシシがもう縦横無尽に駆け回るので、もうほぼ取り逃がしたら、まあ、回復されてしまう。プラス、普通のキャラだったらいいんですけれども、アーロイのこの攻撃力のなさと特に行かれてしまうと、まあ、ほぼ、倒せなくなってしまうというものになってくるので、まあそういう時に主人公を、使っていくっていうのが、まあ、かなり強いですね。はい、まあなんでかっていうと、まあ、腐食イベントで手に入れた腐食の剣と、まあ、その他もろもろがかなり強い、まあ能力っていうか、まあ、攻撃力が高いので、はい、これで投げて、はい、これで終わりっていう感じでございます。なのでアーロイで、まあ、イノシシを殴り続けるっていうのが、まあ、そんなに強くない、てかほぼ倒せないんじゃないかな。まあ生物とかちゃんと厳選したりとか、まあ、すれば、倒せると思いますし、まあ、いろいろやりようはあると思うんですけど、まあ現状多分、まあ無課金パーティーでやってる人はその無課金キャラ全員90まで上げるっていうのは、まああんまり、されてないんじゃないかなーなんて、まあそこら辺他の方の、無課金事情はちょっと、まあ、正直わからないんですけれども、まあ自分はその90の秘境も80パーティーで倒すよ的な感じの動画のために、まあ、無課金ってか、このキャラクターは80で全員止めてるので、まああのこんな感じになりましたけれども、まあ普通に、凍らせ要因としては、攻撃ですね、通常銃撃、スキル、元素爆発全部氷で、止めることにかなり強いですし、まあ、このパーティーだと対処できない、カラスとかも、まあ、スキルとかあとは元素爆発とか使えば、まあ、一応対処できるっていうのと、その隙間を埋めるガイアですね、幻想スキルも幻想爆発もかなり、リキャストが早いというか、まあ、チャージが早いのでかなり、使いやすい。アーロイの、まあ、幻想スキル最終話までに、まあ、つなぎとして強いし、まあ、そのチャージとか、まあ、交換とか、いろいろヘマしましたけど、
キャラクター交換の際の攻撃のカットとか、純粋精霊の水の爆発みたいな、大ダメージ食らうやつもノエルでカット、主人公の岩戸の元素共鳴で、シールド貼ってる間に攻撃を上げたりとか、スキルのダメージ確か増やすもあったはずなんですけれども、まあそういうので、いろいろ底上げしつつ主人公で、圧倒的火力を、まあ無課金キャラだと、まあ、火力出すキャラが、ほとんど限られていますので、まあアンバーとか、シャンリンとか炎の、なんだろうか蒸発とか使ってもいいんですけれども、まあ、主人公がどの、卑怯でもどの敵でも大体万能で活躍できるので、まあ、主人公が、育っていればかなり問題なく倒せると思います。まあ回復とかはまあ料理使ったりとか、まあ、自分みたいにこんなに、キャラチェンとかいろいろミスって、やらないように皆さんも注意していきましょう。私も注意します。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よければチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。というわけでまた次の動画でお会いいたしましょう。じゃあな。